今回は反り腰の方に見ていただいて、確実に反り腰改善に向けて一歩一歩進んでいってもらいたいなという趣旨でこの動画ね撮ってますので、反り腰改善したいけどなかなか思うように進んでないんだよなとか、反り腰改善で運動をしているけど、本当に変わってるかなと疑問に思ってる方ね、ぜひこの動画見ていただければと思います。今回はですね、お話3本立てでちょっと話していこうかと思うんですけども、なぜね、この今から紹介することをやってほしいかということ、なぜやってほしいかが一つ、そして2つ目がどこをね、見てほしいか、どこに着目してほしいかということが2つ目で、3つ目は、最終的にじゃあ見た後にどういうふうに日々ね過ごしていただきたいかということですね。この3本立てでちょっと話をしていこうと思います。まずですね、反り腰改善やられてる方、実際に反り腰改善していってますか？これはね、結構難しい問題なんです。反り腰改善は、実際にやることはできるんですけども、なかなかね思うように改善が進まない。それは実際に、癖のようなものなんですね。反り腰っていうのはその癖を直すって結構難しいことなんです。なので反り腰を改善しようと週に1回とか週に2回トレーニングに通われてるとか、パーソナルトレーニングを受けてるとかいう方もいらっしゃるかと思いますが、癖を直そうとした時に、週に1回とか2回、要は60分のセッションであれば1時間とか2時間、この時間をその癖を直すために費やしたとしても、それ以外の時間、セッションを受けてない時間、1週間で言えばセッションを受けてない時間がもっともっと長いわけですよ。そのもっともっと長い時間に反り腰になるようなことをしていたり、もう反り腰の姿勢のままでいろんな作業をしているということになると、もちろんね改善ができないです。例え話で言うと、右利きの人が左で字を書けるようになりたい時に、週に1時間だけ左でペンでですね字を書く練習をして、それをね、半年とか1年続けた時に本当に左手で書けるようになるかというところですね。それぐらいやっぱりね反り腰を改善していくっていうのは難しいので、やっぱり短い時間、1日に5分10分でも反り腰の修正のエクササイズをしていくとかですね、毎日仕事デスクワーク8時間している方でしたり、家事をしたりとか育児をしたりとか、いろんな皆さんされていることがあるんですけども、その日常的な動作でどれだけ反り腰に、を改善するようにですね、姿勢を注意するかによって随分結果が変わってきます。なので日々ですね、癖を修正するということを、頭に入れて、いろんな行動をですね今一度見直してほしいなということです。そして今日は2つ目ですが、じゃあ何をまずは反り腰の方見てほしいかというところですね。反り腰の方においていろんなね、見るべきポイントがあるんですけども、今日は私が、いろんなクライアントの方を見ている中で、反り腰の方はこういう癖がね、あって、そこを修正すると、高い確率でその方の反り腰が随分ね、良くなってくるという例もありますので、その点を紹介していきたいと思いますが、今日ね紹介するところはつま先です。つま先、足首という形で、この足のね先を見てほしいなというところです。はい、ではですね、まず上向きに寝転がってほしいんですね。で、何も気にせず上向きに寝転がってもらって、さっき言ったつま先、足首、要はつま先を感じてもらうのが一番いいですかね。つま先がどの方向を向いているかっていうのを見ていただきます。で、今日は4つぐらいですね姿勢をとってもらって、その4つにおいてそれぞれのつま先の向きをね確認してもらいます。はい、ではまず最初はあまり何も言いませんので、上向きに寝転がってもらってつま先の向きを確認してください。で、つま先、上向きでつま先っていうとね、結構こう外向いてるか中向いてるかみたいなのを見る方が多いと思うんですが、今日はですねその外に開く、内に、閉じてるとかではなくて、つま先が向こうを向いてるか自分の方を向いてるか、真上天井を見てるかですね。はい、この真上を見ているのか向こう見がちなのか自分の方を見がちなのかですね。つま先の向きですね、これは足首の動きによってこう変わってきますんでね。はい、
これが、まあ、この3つで言うとどれが一番自分に近いかなというところをちょっと確認してみてください。これが1つ目です。はい、では2つ目ですね。2つ目は四つん這いになってみましょう。四つん這いになった時もつま先がこういう形で、まあ、寝ている方、起こして起きている方、この2パターンあると思うんですけど、パッとね、四つん這いの姿勢を自然に取った時にどうですか？こっちですかね？こっちですかね？自分はどっちに当てはまるかなっていうのを今一度チェックしてください。さあ3つ目は立った状態で片足立ちしましょうかね。一つの足を太ももが床と平行になるところまで90度股関節を曲げていきます。こういう形ですね。横向きで言うとこういう形です。この時につま先が、まあ、これ正面見てる方もいるし、つま先がちょっと下にだらんと垂れてる方もいるし、上向いてる方もいると思うんですが、まあ、どのパターンかね、確認をしてみてください。で、最後座った時ですね。座った時にこれ足の裏がべったりつく椅子にしてくださいね。足がもうつかないような椅子ではなくて、足がべったりつくような椅子、これに座る時にいつもパッと座って、まあ何かね、パソコン作業とか何かしようとした時に足はどうしてますかね。こうしてますか、こうしてますか、こうしてますか、全部べったりつけてますか、つま先上げてますか、かかと上げてますか、まあ、どれが一番自分の自然な感じしますかね。はい、この4つの動きちょっと確認してみてください。さあ4つの動き確認してもらいましたかね。これはですね、まあ、つま先、まあ、寝転がった状態でちょっと言いましょうか。すべてにおいて反り腰の方は傾向としてですね、つま先が自分から離れるようになっている傾向があります。なんで寝転がってる姿勢ですとこうですね、はい、四つん這いで言うとこうです。片足立ちで言うとこうですね。つま先がすべて自分から遠く、座った姿勢で言うとこうですね、を向いている、こういう方、反り腰の可能性が高いです。まあ、傾向として反り腰の方はこういうふうにしている傾向があります。こうすることによってふくらはぎを常に使う状態になっています。で、寝転がった状態でやってみましょうかね。まずつま先を向こうに向けますね。反り腰の方はいつもこうなっていると思いますが、方が多いと思いますが、この状態、つま先を逆に自分の方に向けている状態、これで今足首を動かしているだけですけども、実際に動いているのは足首だけじゃなくて、この動きですね、骨盤も動いて腰の腰椎も動いてますね。腰の骨もこうやって動いてます。はい、ということは足首、つま先の向きによって腰に影響しているということですよね。じゃあ先ほど言いました通り、つま先が向こうに向いている、これは骨盤が前傾して前に倒れて腰が反りやすい形です。ここにスペースがたくさんできますね。腰の部分にスペースがたくさんできます。なので反っている方はこうなりやすいということです。逆につま先を自分の方に向けてくると、骨盤自体が後傾、後ろに倒れて、この腰の隙間がなくなるかほぼなくなるぐらいの形になると思います。なのでこうぐーっとつま先自分の方に向けてくると、腰自体の緊張は減って腰が楽になると思います。ただいつもこういう反り腰の方、こういう体勢をとっているので違和感があると思いますが、腰自体は楽になるはずです。そしてふくらはぎも逆に伸ばされていますので、いつもは緊張しているものがこう楽になると思いますですね。ここから分かるように、つま先の向き、足首の角度によって反り腰になりやすい状態、なりづらい状態というのがあるので、反り腰の方は習慣的にね、癖を直すようにしようということは、この足首の向き、つま先の向きを上に向けたり下に向けたりっていうことを、日々の仕事中の姿勢、家事や育児をしている時の姿勢
気にして変えていくことで、まあ、常に反り腰改善のエクササイズ姿勢が、まあ、取れているというふうに言い換えることができますので、まず3つ目ですね、してほしいことをやっていきましょう。まずですね、座っている時が一番、座っている時間って結構ね、皆さん思っているより長いと思います。仕事をしている時はほとんど座っているっていう方もたくさんいると思います。その方がいつもこの姿勢、つま先を下に向けてふくらはぎをギュッと収縮させていると、腰はいつも反っている状態になりますので、いくら反り腰改善をしたくても日々ね、8時間これをずっと続けていたら、まあ、なかなか改善はできない、どころか悪化していく一方になります。なのでつま先立ちみたいな形にならないように、かかとはしっかりといつもつける、ね、で職場の椅子、家の、まあ、よく座っている椅子とかソファが足がつかないような椅子を使っている場合は、足がつくように、物を変えてもらう、もしくはその物がどうしても変えれないというのであれば、何か台をね、置いて、下に置いてもらって、かかとがべったり、まあ、足裏がべったりね、つけれるような形にしてください。これを変えるだけで、いつもこうしている人がべったりつけて、いつも作業をするようになる、仕事をするようになるだけで、かなりの効果が期待できます。週に1回、2回、パーソナルトレーニングに通うより、改善、近づく可能性が高いです。なので、心が当たりがある方は、ぜひやってほしいなと思います。で、四つん這いの姿勢、まあ、こういう姿勢を取ることはなかなかないと思いますが、反り腰改善のためにですね、ジムに通っている方は、割と多く四つん這いの姿勢になってエクササイズをしたり、もしくは腕立て伏せの形になってエクササイズをしたりっていうことが多いと思います。なので四つん這いの姿勢になった時にいつもこうなってしまうという方はしっかりと立ててください。あと膝立ちもそうですね、膝立ちした時にこうする方ですね、これも立ててください。立てると腰は反りづらいんですよ。ただ寝かすとこういう形で反れます。はい、この反ったままこうしてくるとやっぱりしんどいですね。はい、逆に骨盤が後傾、後ろに倒れてきますので、腰は少し丸い方が楽です。こうすると反ってる方が楽です。なのでこうせずにこうしてください、ね、四つん這いもこうせずにこうやっていろんなエクササイズを行うように変えてみてください。もしね、ジムでこのエクササイズを家で毎日やってくださいという宿題がね、ある方は、家でやるとき四つん這いの姿勢、膝立ちの姿勢などのエクササイズがあれば、その時のつま先の向き見てみてください。そしてあとは寝転がった姿勢ですね。寝ている時もずっとこうしてね、寝ていたらふくらはぎも緊張してきますし、ずっとね、寝ている間反り腰姿勢を助長しながら寝ているという形になるので、まあ何かね、枕などを足裏あたりに置いてもらって、こうね、しづらいような感じ、まあ途中でね、もちろん寝返りを打ったりして、ずっとねその姿勢で入れるわけがないという方もいると思いますが、まあ、もちろんそれはそれで、いいんです。もう最初を気にするだけでも、違いますんでね、そこを諦めて、もう別に寝てるときはいいとしないで、そういう形でなんとかその姿勢を取らないで寝ることができないかっていうのをいろいろ試行錯誤ね、してもらえたらなと思います。まあ人によっては膝を曲げたりとか、何かこの腰に、パッドを引いたりクッションを入れて寝たりとか、いろんなことをやってる方いると思いますが、それに加えてですね、足裏にクッションを置いてもらって、つま先が自分の遠くを向かないように、ちょっと工夫をしてもらえたらなと思います。まあ、こういう形でね、いろいろやっていれば、日中の仕事や家事の時間、注意する。そして、家でやる改善エクササイズの時の姿勢を注意する。で、寝る時の姿勢を注意するということで、まあ、基本的に24時間いろんなところでですね、反り腰改善の、ためにいろんな姿勢を注意しながら見ていたら、改善にかなり
近づく、ぐっと近づく形になりますので、ぜひね、反り腰改善したいけどなかなか改善しないなという方はですね、こういうことで今回はね、足首を中心にお話ししましたけども、まあ一つね、このチェックのポイントとして今日は足首、そしてつま先の向きですね、を今一度見直してもらって日々の姿勢、まあ癖の改善にね、役立てていただければと思います。それでは。また次回お会いしましょう。バイバイ。